大きな映画賞が続々発表されるこの季節、今週はブルーリボン賞受賞式が行われました。司会者は前年の主演男優賞、主演女優賞の受賞者ということで、竹野内豊さんと長崎ひろみさんが司会を務めました。皆さんこんばんは。初っ端からやってしまいました。では、主演女優賞に輝いたのは、失礼しました、この方です。失礼ました。今年の主演女優賞は安藤サクラさん、そして主演男優賞は阿部寛さんが受賞。来年の受賞式の司会はこのお二人が務めることになりました。来年司会をやるということで、先ほどから裏でお二人のを見ながら一人ですごく緊張しました。今日本当に竹野さんと長崎さんがやられていることで、会場を入りきれないほどの人が来られたということで、で先ほどから僕、来年こんだけ入るかなと思いながら来てました。大丈夫ですよ。安倍さんのファンじゃない方もたくさんいらっしゃいますので、きっと来年もまたいっぱいになるかと思われます。きついな。